道山です。将来お金に困らない子になってほしい、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回はやってはいけないお金の教育トップ3というお話をしていきます。はい、お金の教育というのはね、学校ではもちろん教えてくれません、でも生きていく上ですごく大事なことですよね。なのでこれに関してはやっぱり家庭でねしていかないといけません。で、お父さんお母さんどちらかというとできればお父さんがした方が多分こういった話はね、子供に伝わりやすいかなと思います、もちろんね、母子家庭などの場合はお母さんがしていただくっていう形でも全然大丈夫です。で、今日お話しするのはいろんなね、お金の価値観ってあると思います。その価値観はね、それぞれ家庭ごとに違うので、最終的にはご家庭で思っている価値観をちゃんと子供に伝えてあげる。これが一番大事だと思うんですね。ただ、今日お話しするのは、まあ、どの家庭でもこの3つぐらいは多分共通するよねと。うん。で、これは基本的に、子供にとってね、マイナスだと僕は思っているので、それはね、お子さんに伝えていただいた方がいいかなと思います。なので、その3つをね、今日はどの家庭にも使える話を3つしたいと思いますので、ぜひお子さんにね、お金の教育するときの、まあ、参考にしていただければと思います。で、この3つをね、まあ、意識していただければ、将来お子さんがね、お金で困ることってね、かなり減らせると思うので、ぜひね、そういった形で使っていただけると嬉しいです。はい、ではまず最初、第3位からいきたいと思います。こちら何かというと、お金は使わず貯金しろっていうね、価値観です。なんか一見すると貯金しろっていう話はね、すごくいい風に聞こえるかもしれないんですが、大事なのはね、バランスなんですね。貯金の反対は、まあ、要するに消費、使うが来ると思うんですけど、このバランスが貯金に寄りすぎてしまうと結構ね、問題って起こります。どういうことか。例えばお子さんにちっちゃい頃からね、お金は使わずに貯金しなさい、貯金しなさい、貯金しなさいっていう価値観をずーっと植え付けてくると、例えばですよ、じゃあお子さんが、じゃあお小遣い2000円もらっているとします。で、友達と一緒にね、ゲームセンターに行ったとします。ここで、ねえ、今日せっかくさみんなでさ、ゲームセンター来たんだから、ちょっとプリクラぐらい取ろうよって誰かが誘ったとします。で、そうするときに、あ、いいよ、取ろう取ろうってなりますよね。でも、一人だけ例えばね、貯金が全てだって価値観になっていたら、私ちょっとさ、お金もったいないからやめとくよって言っちゃう子結構いるんですよね。そうすると、なんかやっぱその場の空気ってすごくね、なんであなたやらないのっていう風にやっぱなりますし、他の子たちの関係もね、ちょっと悪くなったりするんですよ。もちろん、本当にお金に困っててね、お小遣いがちょっとあんまりないから、ちょっとごめんねっていうのだったら全然いいと思うんですけど、まあお金はあるけど、でもやっぱ私もったいないからって風に寄りすぎてしまうと、やっぱ友達関係で結構問題って出てきちゃうんですよね。で、一方、全部使っちゃう。これもこれで問題なんですよ。つまり、2000円お小遣いもらったらもうね、毎月ね、2000円全部使い切ってね、しかも足りなくなっちゃうぐらいな。これもこれで問題なので、大事なのはこのバランスなんですよね。今お子さんが貯金に寄りすぎているんだったら、まあ大事なこと、例えば友達とのね遊びとかしっかり使っていった方がいいよっていうことを伝えてあげないといけないですし、逆に使いすぎに寄りすぎているんだったら、あなたさ、言っても2000円ねお小遣いもらってるんだったら500円ぐらいは貯金しようよっていう風に言ってあげないといけないですし、この上手にバランスをどこに持っていくかっていうのを、まあ家庭で話し合ってね決めていくっていうことがすごく大事かなと思います。はい、次第2位いきたいと思います。こちら何かというと、友達にはたくさんおごりなさいっていうね、価値観になります。これ実は僕が教師をやっていた時に結構このトラブルあったんですね。どういうことか。例えば、お友達がね、じゃあ、あまりお小遣いはもらっていないと。で、みんなでお菓子食べようよっていうような場ができたとして、で、その子だけはお菓子を買えなかったとします。この時に、あ、俺のお菓子もちょっとあげるよって言ってあげる。これってすごく優しいですよね。だからこういうような形で友達にちょっとね、お裾分けじゃないですけど、してあげるっていうのはすごくいいと思います。ただ、毎回毎回ですね、お菓子とかね、なんかゲームか何かわかりませんが、それ何かお金を使う場面で、毎回毎回誰かにね、お金をね、おごり続けるっていうのは、これはね、絶対やめた方がいいです。なぜかというと、その子からするとね、それが当たり前になってくるんですよね。逆に、おごってもらえない時に、なんで今日おごってくれないのって関係になっちゃうんですよ。すると、この子と自分の子供のね、関係っていうのは、お金で成り立つ関係になっちゃうんですよね。これ、本当の友達ではなくなっちゃうんですよ。だから、基本的に何でもかんでもおごってあげるっていうのは、あんまりいい価値観ではないかと思います。で、ちなみにですよ、こういう毎回毎回おごるって子がね、どっかにいた時に、その子って結構ね、先輩とかから目をつけられやすくなるんですよ。なぜなら噂が広まりますよね。なんかあの子毎回おごってくれるよみたいなね、噂が結構広まると、それがなんか悪い先輩とかの耳に届くとですね、なんかお前みんなにおごってるらしいな、俺らにもおごってくれよみたいな子が結構寄ってくるんですよね。そこから結構発展していって、なんか恐喝とかそういったトラブルにもつながり
やすいので、基本的にはあんまりね、おごるってことはしない方がいいと思います。もちろん前回ね、例えば1日前にね、友達がなんかお菓子をちょっとくれたと、ありがとうっていう感謝の気持ちを込めて、昨日お菓子くれたから今日なんか俺がこれ買ってあげるよとか、そういうぐらいの関係だったらね、全然いいと思いますけど、まあ基本的にはね、度が過ぎるぐらいだったら、まあそういうお金のやり取りはしないっていうふうに決めちゃった方が、お子さんは将来ね、困らないかなと思います。はい、では第1位いきたいと思います。こちら何かというと、困った時は友達から借りなさいっていうね、価値観です。これどういうことか。まあ、例えばね、僕の場合は結構高校生とか大学生とか、そういったね、子供を持っているお父さんお母さんからもね、結構相談ってくるんですね。で、その時にやっぱ多いのがお金のトラブルのね、相談なんです。で、どういうことかというと、例えば友達にお金をすごくね、借りちゃってるんですけど、どうしたらいいですかとかっていう相談結構来るんですね。で、ここから分かることって何かというと、将来、お子さんがですよ、もしお金で揉めることがあるとしたら、大抵2つのパターンしかないんですね。1つは使いすぎてしまって、もう足りなくなるっていうパターンと、あとは借りて、返せなくなるっていうパターン、大抵このどっちかだと思うんですよね。で、この借りて返せなくなるパターンっていうのは、やっぱり小さい頃から、例えば友達とかお父さんお母さんとかからお金を借りるっていうのが当たり前になっちゃう習慣があると、将来もやっぱ困りやすくなるんですよね。なので基本的にはお金の貸し借りは絶対にダメだよっていう風にお子さんに伝えていった方が、お金で困ることっていうのはなくなるかなと思います。とはいえね、例えばお小遣いをね、じゃあ毎月2000円あげているとします。それを1ヶ月あるうちのね、もう前半で使い切ってしまったと、残りはお小遣いが全くない状態で子供は困っている、この時どうすればいいかって、これ結構ね、悩みとしてあると思うんですよね。もしここで何もあげなかったり、お金を貸さなかったら、この子はずっとお小遣いなしの状態でいくので、もうそれこそね、例えば変な話を万引きしてしまったりとか、友達からね、なんかちょっとくれよって言ってしまったりとかっていうこともありますよね。だから基本的にはお小遣いの範囲内でちゃんと1ヶ月生活できるようなお小遣いにしていかないといけないわけです。どうすればいいかっていうと、例えばじゃあ2000円お小遣いをあげましたと、でもそれは前半で使い切ってしまっているんだったら、お子さんはまだ1ヶ月単位でお金を管理する能力がないって考えるんですね。その場合は、例えばじゃあ1週間500円っていう風に分ければ、まあ1週間の500円だったらうまく管理できるかもしれないですよね。それすら難しかったら、1日100円とかそういう形でもいいわけですよ。1日50円とかね。なので小さいうちはとにかく細切れ、1日何十円何百円で、徐々にそれができるようになったら、じゃあ今度は1週間でいくら、そしてそれができるようになったら1ヶ月でいくらって感じで増やしていくといいと思います。で、最終的にはですよ、1年でいくらができるようになったら、お子さんのお金のね、管理能力って非常に高いと思います。まあ、ちなみに僕は、中学生だったかな、中学生の3年生とかね、それぐらいの時期はもうお小遣いってもらってなくてですね、お年玉が1年間で大体3万円ぐらいもらえたんですね。で、この3万円を1年間ちょっとずつ切り崩しながら、生活するみたいな、そんな感じで使っていました。まあ、で、別にそれが全部使い切るってことはあんまりなかったのでね、当時は回っていたんですけど、もしお子さんが1年単位で管理できるぐらいの力が身についたら、最終的にはそこまで持ってってあげると、将来本当にね、困らなくなるかなと思います。はい、ということで今日はお金の教育ですね、子供にしたいお金の教育でやってはいけないことについてお話ししました。まあ、最初にも述べたように、まあ、お金の価値観って本当に家庭ごとに違います。どの価値観もね、素晴らしいと思うので、まずはご自身の家庭で決まっている価値観をお子さんにしっかり伝えてあげてください。で、今日お伝えした内容っていうのはね、まあ、基本的にどの家庭でもね、多分そうだっていう風に思われる内容だと思うので、まあ、この辺もね、うまくご家庭にちょっとアレンジしながら伝えていただくと、将来お子さんがお金で困らなくなるかなと思います。